最平列最平列は、大韓民国の政治家で、第29代ソウル特別市長、半奈良党の代表を務めた。1938年9月、京昌南道山西軍に生まれる。富山高等学校、ソウル大学工業生学科、南カリフォルニア大学新聞大学院新聞、学習士。朝鮮日報編集局長を経て、1988年に、 大統領秘書室政務主席秘書官、同年文化広報部長官、1990年に初代国政広報所長官に就任、八大労働部長官。1992年3月の総選挙で民主自由党全国区から出馬し、当選、大統領職引き継ぎ委員会委員、第29代ソウル特別市長を務めた。その後、第15代、第16代と、 国会議員を歴任し、2003年6月に、当時の最大野党であるハンナラ党の代表に就任した。しかし2004年3月、ロブゲン大統領の弾劾崖卒案が、ハンナラ党などの賛成多数で可決したことに対する国民の反発がきっかけで、党支持率が急落した責任を取り、代表の座を退いた。そして、第17代総選挙では、 ハンナラ島の公が得られず、脱落した。現在は自由韓国島常任顧問。ハンギョレ。オリジナルの2012年8月4日、時点におけるアーカイブ。https コロンスラッシュスラッシュアーカイブドットイズスラッシュ20120804035104スラッシュ http レガシ、ー www.ha2co.kr。 セクション00 0 0 00 00 00 3 4 0 0 0零2 0 0 4 0 3 0 0 3 4 0 0 0 0 2 0 0 4 0 3 0 4 1 3 2 3 6 6 0 h t m l 2 0 1 0年10月10日閲覧。ありがとうございます。